スマトラ赤カニシキヘビは、ニシキヘビかニシキヘビ族に分類されるヘビ。別名ブラックブラッドパイソン。インドネシア固有種最大全長200センチメートルほど。体型は、ふと短い。種商業クルタスは、短いの意。胴体中央部の斜めに列になった背面のウロコの、数は55から61。総配出口までの覆面にある幅の広いウロコの、 数は152から163。総排出口から後部の鱗の数は28から33。体色は褐色や脳褐色で黒い斑紋が入る。覆面の鱗の数は152から163。体色は黒みが強く、斑紋は不明瞭。目の上部の鱗は1枚。目の下部の鱗があり、上唇に並ぶ鱗と目は接しない。眼下板と 上唇板の間に細かい鱗が入る個体もいる。上唇板は9から12枚。一番前の登場板が、額板により、中央で接しないか、わずかに接する。ピット期間も黒い。尾は短く、英明の由来になっている。幼、蛇には、褐色と黒の明瞭な反紋が入るが、成長に伴い黒ずみ不明瞭になる。以前は、赤に色蛇として、 元亜種である本種も含めた3亜種に分割されていたが、ミトコンドリア DNA による分子系統学の研究から亜種をそれぞれ独立種とする説が有力。本種は同じスマトラ島にも分布するマレー赤ニシキヘビよりもボルネオ赤ニシキヘビに近縁とされる。産地の沼地や湿地等に生息する。植生は動物食で主に小型哺乳類を食べる。 繁殖形態は卵生。メスは卵の周りにトグロウを巻いて卵を保護する。生息地では食用とされることもある。革は革製品として利用される。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。野生個体の流通が多いが、近年は繁殖個体も流通する。繁殖個体ではいくらか慣れる個体もいるが、性格は基本的に荒い。 乾燥に非常に弱く、保湿力に優れた床材や全身が浸かることのできる水入れ等、大型のケージが飼育に必要になる。ありがとうございます。